では伺います。まずは竹本選手、
今日のゲームなんですけど、もう一度掴んだらその流れ、勢い離さないという感じで終始圧倒できたのではないかと思いますが、振り返っていかがですか。はい、昨日結構苦しい試合をファンの方とかに見せてしまったので、今日はチームいろんなみんなが出てすごくいい流れで強い栄ブレイザーズを見てもらえたことが一番良かったかなというふうに思います。その中でもう今日は竹本選手のみならず堺ブロック祭りだったんですけど、チームでおそらく13本、竹本選手が3本、高野選手がおそらく5本。でも竹本選手はアタックも6本打って5本、もう1セット目で速攻とパイプ連続で止めたところで流れが来たんじゃないかなと思いますが、ご自身のプレーいかがでしたか。僕たちのチームは、ブロックが強いチームというふうに監督コーチ陣からも言われてて、やっぱりブロックが出るとチームの流れもつくので、昨日止めれなかった分、今日は少しでもこう自分が貢献できたなというふうに思いながらブロック飛んで、実際に今自分で得点することができて良かったです。もう深津さんと山本さんから真面目に答えてんじゃねえよという、僕が、ね、もう真面目に質問してしまうからなんでしょうけど、すいません、いろいろ聞いていきたいと思いますけど、でブロックでチームに流れを作ったのは竹本選手で、もうその存在感でチームに勢いを与えたのは宇野選手だと思います。ありがとうございます。もう攻撃も守備も常にハッスルでした。どんな気持ちでコートに入りましたか。よく今日はちょっとマイク近くに、はい、昨日やっぱその竹本さんがおっしゃったようにちょっと、厳しい展開とかもあったんですけど、自分が入ったからにはやっぱチームの雰囲気をよく、元気に、振り回って、チームにいい流れを、落ち込むことが、今日できたんじゃないかなというふうには思います。深津さんも山口さんももう本当にわざと宇野さんに挙げてるんじゃないか、今日出す多分31本です。深津さんもちょっと今日意識的に上げました。あ、そうでもないなんて言ってますけど、今日はよく打ちましたね。はい、もうちょっとマイク近い、はい、今日は、そうやってスタートで本当に久々に使ってもらったっていうので、コーチ陣にもすごい感謝しています。また、今日はお母さんがちょっと見に来てくれてて、はい、今日お母さんが誕生日で、この活躍を見せることができて、いや、あんた堀江君のお母さんや。どこあんた、ちゃう、いっぱいお母さんや。お母さん、こっち、お母さん、また、ピンクの真ん中。あ、今手振ってたの、堀江さんのお母さんだと。そうよ、全然堀江さんのお母さん、ちゃうお母さん、びっくりするわな。ピンクの真ん中。話戻して、宇野選手もそうなんですけど、他のメンバーもいいプレーしていて、その中でも、日向さんもいいプレーしてたんじゃないですか。ABD 戦とかで一緒にプレーしている中でも、すごい高さあるとか、スパイクの力強いスパイクとか、そういうのを感じてたので、すごいもう一緒に最後、コートに立てて、すごい嬉しかったです、僕の中で。そして、このお二人がコートにいるっていうのもね、ファンの皆さんも嬉しいと思いますし、お互いにさまざまな苦労もシーズン中あったと思いますし、怪我もあった中で、お互い最終戦、チームに勝利をもたらして、お互いに言葉かけるとしたら、じゃあ、先輩からいきますか。はい、この試合、ユキヤのいいところっていうのはみんな明るくするところだと思うんで、本当にちょっとチームが劣勢になった時も明るくしてくれてありがとう。そういう感じなんですかユキヤさんからの、先輩だからなんか言いづらい、恥ずかしいマイク近くにあるんですけども、よくやったお疲れと、言いたいです、はい、先輩ですけど、よくやってお疲れと、はい、ありがとうございます。さあ、すごい6週連続リーグ戦が続いていて、苦しいゲームが続いていたと思うんですけど、竹本選手はシーズン振り返っていかがでしたか。まずはこのように去年のシーズンと違って、最後まで一つの試合を かけることなく終えることができて、まずでしかも昨日ファイナルをしっかり決めることができて、チームとしても個人としてもすごく良かったなというふうに思っています。宇野選手もいかがでしたか、今シーズン。はい、厳しい状況もあったんですけど、こうやってみんなで最後のシーズンで笑顔で終われたっていうのが、まずファイナルへのいい形だったのではないかなというふうに思います。さあ、いよいよ一周空いて
勝負の時ファイナル4がやってきます。チャンスはそこにあります。そのファイナル4に向けて最後お二人から意気込みをお願いします。では宇野選手からお願いします。はい、今日はとりあえず、応援ありがとうございました。まだそこはやはりファイナル4まで行けたのが通過点となったので、ここからもまた応援よろしくお願いします。竹本選手お願いします。はい、僕たちは、去年もファイナルラウンドに出れてないですし、僕たちはやっぱりチャレンジャーとして相手をこう蹴落とすぐらいの強い気持ちを持って戦っていけば、しっかり対等に戦える力を持っているという自信を持っているので、しっかり頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。では最後にレイザーズシートお座りの方から今日は